らっしゃいませ。まったくカウツ君は早とちりだな。すみません、エルフの方って人間を嫌っていて攻撃してきたりするって聞いていて。田舎者か、随分古い噂話を聞いてるものだな。すみません。大丈夫だ、セラは北の森の関所を守っている兵士でいいエルフなんだ。そうだったんですね。それじゃあセラ、あの件早速頼む。試着室に置いてある袋がそうだ。あ、何をするんですか。今からセラにはエロ装備を着てもらう。少年の目をしてまたこの人は。エロ装備を着たセラを見て鼻血を出さなければセーフだ。ちょっと待ってください。そんな。カウツ君、君はこれからたくさんのエロ防具を見ることになる。うん、今回は体勢を高めるための試練だ。試練なーで、うん、いくらなんでもこんなもの着れるか、このバカ者。おお、男いかにっていうか何考えてるんですか、女装させるって。まずは女っぽいけど男のセラでなれるのはどうかと思ってな。なるほど。あと単純に俺が見たかった、見たかったんだ。装備したぞ。あ、これでいいのか。あまり見えるの。男第一関門クリアか。第一関門、魔王カモン。分かったなり。カウツ、どうなりか。リリ、フレア、カモン。カウツくん、似合うかな。カウツ、見て見て。ニッパフィー。バイ、バイ。おい、大丈夫か、人間。ニューワールドフォー。カウツ君、君はもっと強くなれる。最高のエロ防具コンシェルジェに。なりませんよ。もう脱いでいいか。またねー。